あれあれ。パパです。ママです。ママツーです。何を？今日は宣言。宣言いたします。パパは現在体重が80キロ。で、過去最今大、うん、今、うん、平成29年3月29日。肉を削ぎ落とします。宣言します。ダイエット宣言です。5月の30日まで10キロ。イエイ。5キロ。絶対に痩せます。痩せます。頭つけない。それから2ヶ月後。それから半年以上経って起きなさい。こわ。お兄さん。お兄さん。5月の30日ぐらいに撮った動画覚えてますか？絶対に痩せます。痩せます。痩せましたか？細っ。細くないわ。全然細くないわ。じゃあオーシャン。はい。ダイエット動画出しましたよね。ファミリー系 YouTuber のパパはデブ説。はい。サムネイル出してるんで今。あれから頑張ってるんですかそれ？ダーシマパパさん頑張ってますよ。毎日野菜鍋で毎日5キロ走って、それでいいんですか？5キロ30分切った言うとと、それでいいのか？というわけで今日はこちらでダイエットしていってほしいです。なんだそれは。嘘だ。これはあの中に生クリームと砂糖を入れていっぱいいっぱい転がすとあのアイスクリームができるってやつです。マーナナアイス食べたいよね？はい。アイスクリーム食べたい人？はい。アイス大好き。手を下ろしなさい。マーナナは手を上げといていい。はい、アイス食べたい人。はい、おいおい。頑張ってくださいね。あの、頑張っても30分はかかるんで。マジで？はい、お願いします。は？え、オーシャン。あれ？オーシャン。オーシャンはこっち。はい、ワンちゃん行こう。ということで、連れ戻されました。はい、こちらでございます。やっていきましょう。このなんかもう見た目これワンピースのあれでしょ。なんかもうこれ何これ。あの実ね。なんかの実。悪魔の実ね。なんかの実でしょこれ。これどうせデブデブの実でしょ。実際これ実際そうなる。中身アイス。中身アイスだからね。いきましょう。材料持ってきます。これガンダムに出てくるさ、ほら、ね、あハロハロ、うん、めっちゃ大事。こちらねグラニュー糖、バニラエッセンス。はい、ボウルにね、作っていきます。牛乳や、牛乳。完全に牛乳みたいな。もうこれ生クリームだからね。これ適当にいきましょう。適当にいきます。はい。カナダ、これ潰した。やってあげましょう。私これこぼした。みんな向こう行って。これ、持ってたら30分持たねえわ。一回確認しよう。ちゃんと、でもあんまりできてないっすよ。いや、全然。え？氷を溶けてないっすね、うん。イエーイ。
汗かいてないでしょ、全然。これ結構きついよ。ほんまに。ほんまに。そんなさ、カメラの遠くでさ、真剣に言われても伝わらないからね。イエーイ。踊って踊って踊れ。ファーファーフィーフィーザステー。同じ風の中、ウィナーウィノー。違う。ななちゃん戻った、かわいい。つけまつけまつけまつけ、パチパチつけまつけて。そしてそのまま彼は戻ってこなかった。あ、ね、一回ね、そう、一回ね、なんかね、混ぜなかったっぽい。うん、全然固まってないね。肉を削ぎ落とします。痩せます。痩せます。なるほどね。はい、開けます。はい、ぽいぽいぽい。あー、すげえ、周りがすげえ。周りも完全固まってます。ほんまほんま、すげえすげえすげえ。じゃあこれで一回ひっくり返します。あ、そうやね。じゃあひっくり返そうか。せーの、よっ、よいしょー。とりあえずはシャーベット状なものが出てきて、食べたいな。実食。実食いただきます。うまい。いやー、うまい。この周り、そう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 、キンキンですね。いいね。はい、めっちゃ、うん、そりゃうまいわ。だって生クリームよ、ほぼ生クリームに砂糖入れてますから。そう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 。うまいわ。全然味違いますよ。結構食べた。待って待って待って。え？結構食べたよ。結構食べた。どういうこと？もう一回戻したい。液体っぽいところは。そう、戻してもう一回凍らせる。でも多分。それあのお皿に入れて冷凍庫に入れたらどうなる？え、凍るでしょ。アイスのまんまじゃないですか？アイスなる。シャーベット。ああ、シャーベットっぽくなる。ああ、シャーベットっぽくなる。シャリシャリする。アイス。マーナーに食べさせてあげたかったな。そっち、あ、じゃあこれまだ結構入って半分ぐらい。あ、じゃあもう徹夜でもこう。徹夜かよ。あるかないか。すさっきも言うとったからね。うん。アイスや。アイス。アイスやろ。アイスやろ。アイスやった。結構アイスやった。びっくり。結構アイス。うん。意外と逆じゃないかな。おいしいやろ。おいしい。うまい。市販のアイスよりかは甘さ控えめな感じがする。ですね、うん、結構入れたよな、でも砂糖ってことはよ、市販のアイスは、市販のアイスはめっちゃ入ってる。そういうこと言ったらあかん。おめでとう。その調子でダイエットも成功してください。イエイ。じゃあオーシャン、月末の、あの月末？翌月のダイエット結果発表楽しみにしております。皆さんの結果があまり芳しくなかった場合、継続いたします。聞いてねー。